おはようございます。じゃ今回はね、焼酎芋さんの Q&A でしたかね。確かに故障した時なんですけども、まあ、私もね、故障した時ってあるんですよ。それは筋トレ中に故障したというよりも、他の日常生活でね、手首を痛めてしまったりとか、肩を痛めてしまったりとかっていうのがあるんですよね。まあ、そうなると筋とかが傷んでる可能性もあるので、基本的にトレーニングはしないようにしてました。で、体を痛めてないところを、まあ、トレーニングするような感じですかね。でね、でもなんでね、体が痛むのかって本当原因わかんないんですよ。いつの間にか痛んでいたみたいな感じで、まあ、今ちょっとね、この手首が痛いんですけども、まあ、寝違えたのか、それともどっかぶつけたのかみたいな感じなんですけども、とにかくね、なんかね、治りにくいですね。治りにくい。いつもなんかうずいてるような状態です。だから余計ね、体に、ボディに防御力をつけるために筋肉つけとかないとなと思うばかりなんですよ。本当に体が痛んでしまって、筋トレができない体になると、もう防御する、トレーニングをする可能性がなくなっちゃいますんでね。用心していきたいと思います。まあ体どんどん衰えていきますけども、まだ足もしっかり動きますしね。まあ五体満足でございます。そのうちにね、ちょっと動かなくなってくるのかなと思いながら、動けるうちに動いておこうかと思いますね。それでは失礼します。